ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私って美人だと思う？いきなり何言ってるんだよ、頭でも打ったのか？失礼ね、だって美人って周りからチヤホヤされるじゃない？絶対に美人だったら得だと思うのよ。そういうことか、でも美人だからこその問題もあるんだぜ。え？美人なら問題なんて起こらないでしょ、恋愛だって絶対うまくいくだろうし。そんなこともないんだよな。美人って、みんなこの人、絶対幸せそうだなって思うかもしれないが、見た目だけじゃわからないことが多いんだぜ。確かに見た目だけで人を判断しちゃいけないっていうのはわかるけど、世間的には美人イコール完璧ってイメージじゃないの？まさにその通りだぜ。だが、美貌に隠された秘密がある人はたくさんいるんだ。美貌に隠された秘密って、まさか。じゃあ今回は美人なのに不倫した芸能人を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、東出昌大さんと唐田絵梨花さんの不倫スキャンダルだ。この事件は、芸能界に大きな波紋を広げたんだぜ。あの美人の唐田絵梨花さんが？しかも、東出昌大さんって既婚者じゃないの？ああ、二人の不倫が発覚したのは、2020年1月で。映画寝ても覚めてもでの共演がきっかけで恋愛関係に発展したんだ。でも当時、東出さんはすでに女優の杏さんと結婚していて、三人の子供がいたんだぜ。三人も子供がいるのに、なんてことなの？しかも、その不倫が始まったのは、杏さんが第三子を妊娠している最中だったというから。ショックは計り知れないよな。そんなタイミングで浮気するなんて、まさに最悪のシナリオね。さらに、唐田さんが当時19歳という若さだったこともあって、東出さんへの批判は一層厳しくなり。彼は謝罪会見を開いて最大の謝罪は妻に向けてのものだと述べていたぜ。でも、それだけじゃ済まなかったんでしょ？そうだな、不倫発覚後、東出さんは多くの仕事を失い、所属事務所との契約も解除されてしまったし、唐田さんも女優としての活動が一時的に停止されたんだぜ。どっちにとっても、代償が大きすぎるわね。その後、東出さんは映画ウィニーで復帰し、唐田さんは極悪女王で復帰したんだが、やはり不倫の影響は残っているんだ。これだけ大きなスキャンダルを乗り越えるのは容易じゃないってことだろうな。教訓ね、不倫なんて、誰も幸せにならないわ。次は岡田准一さんと宮崎葵さんだ。これも当時、かなりの大騒ぎになったな。岡田准一さんって言ったら V6 の大スターで、宮崎葵さんは透明感あふれる女優として超人気じゃない。この二人も不倫してたの？その通りだ。もともとは宮崎さんが前の旦那さんと結婚していた時に、岡田さんとの不倫疑惑が出たんだが、これがゴシップ誌を賑わせたってわけだぜ。じゃあ、宮崎葵さんは既婚者だったってことなのね。その状態で岡田さんと、これは大騒ぎになるのもわかるわ。前の旦那さんは俳優の高岡壮介さんで、彼が激怒して不倫のことを暴露したんだ。そして泥沼の騒動に発展して、離婚にまで至ったわけなんだぜ。うわぁ、まるでドラマのような展開じゃない。でも美人で有名な二人だからこそ、世間の注目も大変だったんじゃないの？そうなんだぜ。結局離婚後、岡田さんと宮崎さんは正式に交際を始め、2017年にめでたく結婚したんだが、それでも一部では略奪婚って騒がれていたんだ。なるほどね、普通の恋愛でも大変なのに、芸能界での不倫をするなんて大胆ね。だけど、結果的に幸せそうでよかったわ。確かにな、でも、この不倫騒動は当時の芸能ニュースで大いに盛り上がったし、美男美女の恋愛が裏切りに変わった時の衝撃は計り知れないものがあったな。ほんとそうよね、世間の期待が大きい分、反動も大きいだろうし、やっぱり美人でも苦労する時はするのね。次に紹介するのは、佐藤健さんと広末涼子さんのスキャンダルだ。あの二人も、ただならぬ関係だと話題になったんだぜ。佐藤健さんって今や超人気イケメン俳優で、広末涼子さんは清純派女優の代表って感じの人じゃない。その二人が不倫なんて、衝撃すぎるわ。この事件は、特に広末さんが既婚者だったこともあって、世間を大いに揺るがせたんだ。しかも噂が浮上したのは、広末さんが家庭内で問題を抱えているって報道が出ていた時期なんだぜ。問題がある時に限って、こんなことが起こっちゃうのね。ああ、広末さんは子供もいる中で、佐藤さんと親密な関係にあったと報じられたんだ。しかも、佐藤さんが不倫事談に巻き込まれたという話も出てきて、それが火に油を注いだ形になったんだぜ。示談ってことは、なんかもう家庭崩壊寸前じゃない。広末さんの所属事務所は最初、噂を完全に否定していたんだが、後になって事態が変わってきたんだ。噂はどんどん広まり、広末さんのイメージもどんどん悪化していったんだぜ。事務所が否定していたのに、どうしてこんなことに？噂が続く中で、ネットやメディアでの報道も加熱していったぞ。佐藤さんの方も、過去に不倫に関連するトラブルがあったとされる話まで掘り返され、
二人のイメージダウンは避けられなかったんだぜ。有名人って、過去のことまで掘り返されちゃうのね、なんか怖いわ。結局、この件は大きなスキャンダルとして報じられ、広末さんの家庭やキャリアにも影響を与えたんだ。美人であっても、こうしたトラブルを避けるのは難しいってことだな。美しさがあっても、それを守り続けるのは大変なのね。次に紹介するのは、アーティストの椎名林檎と彼女の元夫、弥吉淳二だ。この二人の関係も実は波乱万丈なんだぜ。椎名林檎さんって独特な美しさとカリスマ性があるわよね。でも、どんなスキャンダルがあったの？椎名林檎さんは2000年に弥吉淳二さんと結婚、でも二人の関係が長続きせず、2002年に離婚したんだが、この時椎名さんには不倫疑惑があったんだぜ。それは知らなかった。どんな経緯だったの？当時、弥吉淳二さんと結婚していたのだが、椎名さんの不倫疑惑が持ち上がり、夫婦関係が破綻したと言われてるんだ。離婚後、椎名さんは弥吉淳二さんとの間に一人の息子を設けたが、二人の結婚生活は短いものだったぞ。それで、弥吉淳二さんってどういう人だったの？弥吉淳二さんは、著名なギタリストとして音楽業界で名を馳せていた人物で、数々のアーティストと共演していたんだ。椎名さんとの結婚生活は短かったが、弥吉淳二さんはその後も音楽活動を続けていたぜ。弥吉淳二さんのことは、椎名さんにとっても大切な存在だったのかもしれないわね。結局二人の関係はどうなったのかしら。残念ながら、二人は離婚してから別々の道を歩んだんだ。弥吉淳二さんはその後、2018年に肺がんで他界してしまっているんだぜ。椎名さんは今でもカリスマ的な人気を誇るアーティストとして活動を続けているが、彼女の恋愛遍歴は波乱に満ちていたと言えるよな。美人でも、やっぱり恋愛はうまくいかない時があるのね。でも、椎名さんはその経験を糧にして、今も強く輝いているってことね。そうだな、美人だからこそ目立つけど、それだけ多くの試練もあるんだろうな。次は、あの大騒動となったベッキーさんと川谷絵音さんの不倫スキャンダルだぜ。ああ、それなら私も覚えているわ、連日ニュースで取り上げられてたわよね。そうなんだぜ、ベッキーさんは当時、清純派タレントとして大人気だったんだが、川谷絵音さんと不倫していたことが発覚して大きな問題になったんだ。川谷絵音さんって、バンドゲスの極み乙女のボーカルよね。それって、まさにゲスの極みじゃない。その通りだぜ、しかも川谷さんは既婚者だったんだ。それで、不倫が発覚した途端、ベッキーさんのイメージはガタ落ちしたぞ。さらに LINE のやり取りが流出して、ベッキーさんはセンテンススプリング、と文春を茶化していたことまでバレてしまったんだぜ。センテンススプリング、ってめっちゃ話題になったよね、笑えるけど、ちょっと残酷だわ。そうだな、ベッキーさんはこの件で CM 契約は打ち切られ、テレビからも姿を消してしまうなど、不倫のダメージは計り知れなかったんだ。でも、川谷さんの方はどうだったの？同じように大変だったのかしら。川谷さんは、ライブで謝罪したくらいで、ほとんど影響はなくむしろ知名度が上がったとされているぞ。不倫騒動が彼の音楽キャリアにマイナスどころかプラスになる面もあったんだぜ。なんか、ずるくない？確かにな、でも芸能界のイメージ商売でベッキーさんは清純派、川谷さんはミュージシャンだから、影響の差が大きかったんだと思うぜ。ベッキーさんはその後どうなったの？2017年にベッキーさんは芸能活動を再開したんだ。でも、以前の勢いは戻っていない感じだな。それに対して、川谷さんはその後も色々あって、未成年との飲酒スキャンダルで活動を一時休止したが、すぐに音楽活動を再開しているんだ。なんか、ベッキーさんばっか損しすぎじゃない？本当にな、まあ彼女にとっては大きな人生経験だったのかもしれないけど、前向きな彼女なら、この騒動も乗り越えてもっと大きく飛躍してくれると思うぜ。次に紹介するのは、小泉京子さんと豊原康介さんだぜ。これも当時、大きな話題になった不倫スキャンダルだな。小泉京子って、アイドル時代からトップスターで美人なイメージしかないんだけど、その彼女が不倫って、ちょっと信じられないわ。信じられなくても事実なんだよな。豊原さんは既婚者だったが、小泉さんとの関係が明らかになった2018年。小泉さん自身がブログで堂々と交際を公表したんだぜ。それが世間を大きく揺るがせたんだ。自分から不倫を公表するなんて、相当な覚悟ね。普通隠そうとするものじゃないの？確かにそうだな。多くの芸能人はスキャンダルを隠そうとするが、小泉さんは無楽のアプローチを取ったんだ。それも好きになった人がたまたま既婚者だったという感じの堂々としたスタンスだったから、驚きだったぜ。それって、批判も多かったんじゃないの？もちろんだぜ。特に豊原さんは妻子持ちだったから、家庭を壊したとか無責任だっていう批判が殺到したんだ。豊原さんの事務所は不倫関係を一度否定するも、最終的には離婚に至ったんだぜ。それは、かなり深刻じゃない。結局、二人の関係はどうなったの？二
二人は交際を続けて、現在も事実上のパートナーとして関係を続けているみたいだな。小泉さんはその後、豊原さんと一緒に舞台制作や映画制作に携わるなど、仕事の面でも協力し合っているらしいぜ。美人でもスキャンダルのダメージを受けることには変わりないのね。でも、それでも堂々と生きる姿勢はある意味かっこいいかも。そうだな、彼女はスキャンダルを経ても女優としての評価が大きく落ちることはなかったものの、やはりイメージに傷がついたことは事実だぜ。それでも、自分の人生を自分で選んで進む姿勢がファンには支持され続けているんだろうな。人間関係って、見た目じゃわからないものね。でも、堂々と前を向く姿勢は見習いたいかも。まあ、芸能界も一筋縄じゃいかないってことだな。次に紹介するのは、上原貴子さんと阿部剛さんの不倫スキャンダルだぜ。これも相当衝撃的だったな。あのスピードの上原貴子さんが、めちゃくちゃ美人で清純そうなイメージだったのに。清楚なイメージの裏では不倫関係があったんだ。しかも、元夫の天さんが2014年に自害したことで、この不倫が表に出てきたんだぜ。ただのスキャンダルじゃなくて、もっと深刻な話じゃない、どういうことなの？元夫である天さんの自害の原因が、この不倫だったとされてるんだ。天さんの遺書には、不倫を苦にした内容や、上原貴子さんへの感謝と謝罪が書かれていて、彼は自分の体が子供を作れないことに悩んでいたと記されていたぞ。なんて悲しい話なの。でもそれでどうして阿部剛さんが関係するの？上原さんと阿部さんの不倫が発覚したのは2017年、女性セブンによって不倫の LINE や写真が流出したんだ。それだけじゃなく、二人は将来子供を作りたいという内容のメッセージまでやり取りしていたんだぜ。信じられない。不倫相手と子供を作りたいなんて、天さんがそれを知って絶望してしまったのね。ああ、天さんの遺書には僕の分まで幸せになってくださいとか、トントン阿部剛とお幸せにという言葉まで書かれていたんだ。遺族はこの内容を世間に公開して、真相が明るみに出たんだぜ。遺族も辛かったでしょうね。だけど、これほどのスキャンダルがあって、上原貴子さんはどうなったの？天さんが他界した後、上原さんは演出家の甲和也さんと再婚して、今は子供もいるぞ。だが、過去のスキャンダルが尾を引いてる感じだな。阿部剛もこの不倫が原因で一時帰国されて、現在は中国で餃子屋を開業しているんだぜ。不倫の代償はやっぱり大きいわね。美人でも許されないってことだわ。次に取り上げるのは、モデルのマギーさんとミュージシャンの横山健さんの不倫だぜ。これも芸能界を騒がせた不倫スキャンダルだったぞ。あのマギーさんが、しかも相手はハイスタンダードの横山健さん。その通りだ、2017年にフライデーによって、二人が深夜に横山健さんの自宅で密会している様子が報じられたんだ。横山健さんは既婚者で、子供もいたから、当然大問題になったんだぜ。家族がいるのに不倫なんて、まさにダメ男じゃない。その上、横山健さんはこれまで愛妻家で子煩悩なイメージを持たれていたから、なおさら世間の反感を買ったんだ。家庭思いなはずの人が、不倫なんて一番やっちゃいけないことでしょ。まさにその通りだぜ。でもさらに驚きなのは、このスキャンダルが出た後、マギーさんは謝罪もせず、テレビにも出演し続けていたことだな。何それ、不倫がバレたのに、まるで何もなかったかのようにテレビに出てたってこと？そうなんだ、特に謝罪もせずに平然と活動を続けていたから、世間の反感を買ったんだ。実際に、マギーさんの仕事も激減して、レギュラー番組も次々と降板していったんだぜ。美人だから許されるって思ったのかもしれないけど、許されるわけじゃないのね。その通りだな、それから、横山健さんはこのスキャンダルが原因で離婚し、その後は22歳年下の吉田舞子さんと再婚したんだ。しかも、2020年には新しい子供も誕生しているんだぜ。ちょっと待って、横山健さん、結局また若い人と再婚してるの？しかもまた美人だし、すでに子供も？そうなんだぜ、ただし、ネット上ではまた浮気するんじゃないかとか。家族を裏切るのは二度とやめてほしいといった声も少なくないんだ。やっぱり、一度ついたイメージを覆すのは簡単じゃないってことだな。そうね、美人でも、才能があっても、結局は人間としてどうなのかってことが大事なのかもね。最後に紹介するのは、乃木坂46の松村さゆりさんだぜ。乃木坂の清楚なイメージが強いあの松村さんが？嘘でしょ？そうなんだ、2014年に彼女が既婚男性と路上でキスをしている写真がスクープされて、世間を騒がせたんだぜ。路上キスって、もろバレじゃない、アイドルなのに？しかも相手は30代の既婚者で、仕事関係者の編集者だったんだ。まさに不倫スキャンダルってわけだぜ。あの乃木坂が、しかも松村さゆりさんが、信じられないわね。乃木坂は清純派ってイメージだったのに。そのイメージを崩し始めての大きなスキャンダルになったぞ。松村さんは泣きながら謝罪して、相手が既婚者だとは知らなかったと言っていたんだ。知らなかったって言っても、その状況は言い訳できないわよね。どうしてそうなったのか気になるわ。
彼女曰く、当時すごく落ち込んでて、ストレスが溜まってて、しかも酔ってたから、なんて言ってたが、ファンの心はズタズタになったんだぜ。酔ってたからって、アイドルなら気をつけるべきでしょ。乃木坂はファンの期待が高いんだし。まあな、それでも一部のファンは彼女を擁護していたぞ。だが、この事件の影響は大きく、彼女の活動に大きな打撃となったんだぜ。やっぱり、不倫スキャンダルはダメージがでかいのね。美人でも、アイドルでも、こういう問題は許されないってことだな。アイドルに限らず芸能人は何かと大変だぜ。ということで、美人なのに不倫した芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。